ザスタバ M76 とは、ユーゴスラビアのザスタバアウズが AK-47 をベースに設計した、狙撃用ライフルである。ザスタバ M76 は、1970年代に、不評小隊を援護する戦抜一定用に、設計開発され、ユーゴスラビア人民軍に配備された。M76 の運用思想は、基本的に、ソ連製のドラグノフ狙撃銃と同じであるが、 銃本体の外見や内部メカニズム、重症から独立したピストルグリップや上下に分割可能なハンドガード、ガスピストンとボルトキャリアを一体化させたロングストロークピストン方式など AK-47 に類似したものになっている。使用する弾薬は東側で一般的な 7.62X54 メートル MR 弾では なく、ドイツで設計された 7.92EX57mm 弾を使用する。ユーゴスラビアでは、第二次世界大戦後に、ドイツから戦争賠償として接収した、カル98キロや、MG42 機関銃の製造設備を利用して、それぞれのクローンである、ザスタバ M48 や M53 を生産していた、関係で、 その弾薬である 7.92X57mm 弾も生産していたためである。ただし、輸出用に 7.62X54mMR 弾仕様や 7.62mm ナト弾仕様も生産されている。照準機は、銃本体に取り付けられた、小門、小星と、光学照準機の2種類が存在する。昇門は、AKK ライフルでは、 一般的なタンジェントサイト方式で1000メートルまでのメモリがついている。レシーバー左側面にワルシャワ条約機構で一般的なありつぎ式のレールが設けられており、これを介して高額照準機もしくは暗視式照準機を十上側に取り付ける。M76 用としては最も一般的な高額照準機であるザレク M-764X5-10 は 形状及び照準機内部の照準線レイアウトが、ソレンドシア製 PSO-1 やルーマニア製、LPs4X6 ドチップに 4X24 に類似している。照準線の蛍光光源にはトリチウムが用いられているが、放射性崩壊によって光量が徐々に低下するため、8から12年が寿命となる。コスボ解放群から接取された消火器 M76 も、 多数確認でき、サプレッサーを装着したものもある。M76 は、旧ユーゴスラビア以外では、朝鮮民主主義人民共和国で、ライセンス生産されており、朝鮮人民軍に配備、使用されている。ユーゴスラビア紛争では10日間戦争から、コソボ紛争まで旧ユーゴスラビア構成国において、広く使用されたが、セルビアでは 7.62EX54 メートル MR 弾を、 使用し、よりドラグノフに類似した形状のザスタバ M91 に更新されて退役した。ありがとうございます。